老王、ダビデを温めるアビシャグ。ペドロ・アメリコ。アビシャグは、紀元前10世紀頃の古代イスラエルの美少女。列王記上、第1章第一節第4節によると、晩年のダビデ王は、老齢のため服を重ね着しても体が温まらなくなったため、新僕たちはダビデに若い処女を抱かせて、体を温めようと考え、イスラエルの四方に美しい処女を求めた。 その結果、見出されたのが、シュネムの美少女アビシャグであった。彼女は、ダビデの左右に実して使えたが、成功することはなかったという。列王記上第2章第14節第25節によると、ダビデ王の死後、ソロモン王が後を継いだ。ソロモンのイボ兄であったアドニアは、美しいアビシャグと結婚したいと思い、ソロモンの母であったバトシェバに対して、 ソロモンの許可が得られるよう取りなしを頼んだ。バトシバは快諾し、ソロモンのところに行き、イボアニの婚姻を認めてやるように頼んだ。ソロモンは、アドニアは王位に対する野心を抱いているから、こんなことを言い出すのだと憤慨し、その日のうちに人をやって、アドニアを殺させた。ソロモン王の作と伝えられるミヤビカのヒロインは、アビシャグであるという説、また、 ソロモンが兄を殺した理由はアビシャグを自分が欲しかったからだとする説もある。ありがとうございます。